今から憲法審査会を再開いたします。休憩前に引き続き日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の修正について松沢君から発言を求められておりますので、この際これを許します。